あのコラスさんは日本に来られて何年になる？そろそろ40年になりますね。40年。はい、40年。それどういうきっかけで来られたんですか？きっかけの話するとすごい長いんですけど。大丈夫です。お聞かせください。一言で言えばですね、はい、ニコンのカメラ買いに来たっていうことです。あ、カメラを買いに。カメラを買いに来たのね。いや、まあ、もうちょっと話しますとですね、はい、私の父はエルフランスの機長だったんですね。で、私はちょうど大学に入る前だったんですけれども、はい、お前は少し世界を見たらっていうようなことで、まあ、その中ではですね、彼はすごく好きな日本ということがあって、はい、まあ、日本は非常にあのモダンな国でありながら、まあ、これ70年代だったからですね、はい、ちょうど日本の大ブームですからね、うん、でしたので、あのモダニティとそれで伝統と文化を両方非常に上手に生かしている国だから見に行けって言ったんですね。でちょうど私はその時はあの写真家でもなろうかなと思ってたところで、でカメラマンに、カメラマンになろうと思って、あのじゃあニコンのカメラ買いに行くって実際は買いましたじゃあそれで日本に、それであの、まあ、大学卒業してから、まずですねフランス大使館、あの在日フランス大使館に勤めて、はい、2年勤めて、そこからはあの民間企業に移って、うん、今日に至るまでですね。はい、来日前の日本の印象と来てみての日本の印象っていうのは変わりましたか？あの来る前の日本は正直に申し上げますとあまり知らなかったんですね、うん、まあ、あの素晴らしい技術を持ってる国だったんで、うん、ちょうどですねやっぱり先ほど申し上げたニコンとか、はい、ソニーもちょうどですね、うん、あの上陸してた時ですし、あとはあの、まあ、私は若かったからバイク、うん、あのホンダとかヤマハとか、はい、そういうようなイメージがあって、うん、あとはですね、まあ、正直に申し上げますと割と浅い、本当に浅い知識だったんですね、うん、例えば、まあ、芸者のある国だとか、うん、あのよく言われる芸者侍とか、侍とか、でもあの40年前の日本の知識だから、はい、今の方がフランスはあの日本の知識深いなんですけれども、うん、当時はですねやっぱりジャポニズムというのがご存知のようにあの印象派の時は19世紀からずっとありまして、はい、まあ、それぐらいの知識があったんですけども、やっぱり日本に来てから非常にですねあのいい意味でのショックを受けたのが、やっぱり私はいつも言うのが日本人と恋に落ちた日本人の女性はその後ですけど、はい、あの日本人その民族ですね、日本人の優しさとかあのおもてなしところとか、あの私は一人で40日間お旅をして、はい、実際はですね一回もあのホテル代を払ってない、あ、日本を旅の途中で会った人のところに泊まったりとか、うん、まあ、あのすごくもっと知りたいなって、もちろん言葉は全然通じなかったので、はい、あの非常に深い民族だなと思って、そして文化がすごく あると分かって、やっぱりその文化とその日本人そのものを理解するためには日本語の勉強しようと思って、フランスに帰ったらあの東洋語学校っていうところを通って日本語の勉強したんですね。うん、40年住まれてどうですか日本？もう自分の国になっちゃったんですね。もう帰らないよ。帰らないっていうよりは、私はあの成田に着くと帰ってきたっていう気持ちですね。もう自分の国になっちゃったんですね。そんなあのリシャール・コラスさんはですね、まあ、今はシャネル社の取締役もやられていて、はい、そして小説家でもある、はい、こういろんな顔がありますけど、それはこう、うん、なぜいろんなことをやられる？なぜ？やっぱりね、人生は短いからできるだけ一つのことするよりはたくさんのことした方がいいと思ったんです、ね、プラスやっぱりあの若い時が、うん、あの夢があるじゃない、若い小説家になりたかったんですか？やっぱりね、もともとから私はね、普通文学は非常にあの何をしなくても怠け者だったから、うん、何をしなくてもいつも100点満点もらってたから、うん、じゃあ俺が小説家か、まあ、記者とか、うん、そういうような方向に向かって行ってたんですよ実際は、うん、ただやっぱり日本に来てからもっと広くあのいろいろな国の文明を勉強しようと思って、それで
まあ、東洋語学校とか、それで、まあ、外交官になろうと思ったんですね。で、正直に申し上げますとね、外交官っていうのがフランスではね、諸説家っていうものすごく多いなんですよ。昔はね、例えば日本イコール小説家っていうのは多い、イコール小説家っていうよりは外国家、小説家の中には外国官だった人が多かった。例えば1920年代の、在日フランス大使のポール・クローデル、非常に有名な小説家なんですけども、彼もフランス大使だったし、だからなんかね、まあ私は勘違ってたんですけれども、イメージ的には外交官って閣事官があると思ってたんですね。今はないですよね、だってシャネルの、時間はないねハイブランドの、まあ、世界が誇る、はいはい、まあ、ハイブランドの社長をやられて、日本の社長をやられていて、はい、それでも小説も書かれて、だからこそっていうのがちょっと不思議かもしれませんけども、やっぱり忙しいからこそ自分の日常のルーティンから逃げたいということがありますよね。それであとはね、どこでその時間があるのって聞かれると、私は大体、日本人はよくわかる答えしますが、俺がゴルフやらないからってその時間は作らない、その時間はやっぱり私物に使ってるんですよね。岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜はシャネルの日本法人の代表で小説家のリシャール・コラスさんにお話をお伺いしています。コラスさんの生活、仕事をする上で何を大事にしているか聞いてみました。何が聞きたかったのかというと、こうリシャール・コラスさんが何を大事にしていらっしゃるのかっていうのが、何を大事にしてる、非常に面白い質問ですね。生きていく上で何を大事に、やっぱり生きていく上で、そうですね、何かを残すっていうことはですね、残す、まあ、それがいろいろな意味があると思いますね。例えば家族、やっぱり子供を育てて、できるだけいい人間になるように育てるとか、あとはまあ会社の社員とか、まあ、今は私はこの国での、自分の会社は最高責任者になっているんですけれども、やっぱり社員たちは幸せに仕事できるように、自分自身はですね、朝出かけるときはすごく仕事するのが好きだから、同じように社員が、仕事をして喜ぶ環境を作りたいとか、あとはやっぱり執筆というのが多分何かを小さいものでも残したいっていうような気持ちがあることはあるんですね。なんか例えばこう社長やられてるシャネルとかでは、例えば革新的とか、まあ、和菓子屋はですね、創業者はガブリエル・シャネルという女性がいて、彼女はもう100年近く前に生きてた人なんですけれども、非常に彼女はビジョンがあって、革新的な女性だったんですよね。これからの女性はどうなるべきかっていうようなことはすごくアイデアがあって、それを活かしてたっていうことはですね、だからまあそういうような環境の中にいるからこそ多分執筆できるんですね。このシャネルの中ではものすごくクリエイティブ的なところができるんですね。許されるんですか、そのシャネルの中で。許されてる。社長ちょっと社長ちょっと社長の仕事をサボらない限りではねちゃんと書いて小説書かないでこっちの仕事やってくださいとか。いや、それはないんですよね。まあ、結局、ね、やっぱり社長の仕事をしっかり しなければ多分大変なことになるけれども、まあなんとかやってるんですねなんかあるのかなと思ったんですよ。例えばシャネルだと今ブラピーを、ブラッドピットを、その香水の CM で男を使うっていうのも、その、ココシャネルから受け継がれたこう革新的な提示の仕方をしよ う、はい、そうですね。彼女はいつもね、なんていうかね、期待されてないところに行ってたんですよね。だから女性の香水のコマーシャルというのが当たり前には女性だ、ね、キャラクターはっていうようなことは、じゃあうちは男を使って女性の香水のロマンを物語るということはですね、とてもある意味では誰も考えないことなんですよね。それも一つの我が社のなんていうかな、やっぱり革新っていうようなところが、そこに革命的なところがありますよね。リシャールさんにとってはどうですか、革新的とか、なんか自分がそこまでは自分ではないですか。ただやっぱりなんとかな、私はあんまりね、ティピカルホワイトカラーっていうのがなりたくないの。
というと、まあ、結局普通だったらですね、このような席にいる人は、まあ、どっかの大きな大学の経済学部から卒業してるとか、うん、私は全く違うんですからね、うん、文化部から出てるし、まあ、自分の会社の中でもみんなそう思っているようなクラスは変わってると、変わってる人だと。まずフランス人で日本にずっといるということでね。コラスさん、ちょっと変わってる人。コラスは変わってるんだって。コラスは一人ぐらいはいるのがいいんだけど、二人いったら会社は潰れますよと。まあそんな、ビジネスマンとしてのとても忙しい日々を送りながら、こう小説も書かれると思うんですけども、最初に手掛けられたのはこうどういう作品だったんですか。この作品ですか。この、 あの前ですね。一番最初に。一番最初にですね、自伝的な小説だったんですね。日本に来て私に起きたこと。で、まあ、自伝的な小説と言いながら、小説ですから、どこからフィクション、どこまで本当の話かということは、それが私しか知らないんですけども、いつも冗談で言って、妻でも、事実わからないよということですが、書くっていうことはどういう行為なんですか。書くっていうことはね、私のためには一番簡単に自分を表現できることなんですよ。昔から子供の頃からですね。自己表現。自己表現。人によって歌うとか、人によって絵を描くとかですね。喋るとかね。私はやっぱり書くんですね。いつも母は言ってたのが、あなた怒られた時は何をやってたかというとですね、自分の悲しみを出すのに詩を書いてたんですね。小さい頃からね、5、6歳頃からですね。だから書くのが私のためには非常に自然的なもんですよね。